ホーム最終戦のスタジアムでレノファサポーターの自慢グッズを大調査。あなたの自慢グッズを見せてください。じゃあこれかな。雨が今年多かったんですけど、途中でね、これね、これ再販してくれてるから、途中で買えなかったですね。あともう一個はチッチダ先生の、チッチダ先生、マスコット、はい、マスコットのこれも限定、なんか 2,3 日前急に発売するっていう発表があって、うわーって買わなきゃって並んで、今日並んで今私8時過ぎ大阪から来てるんですけど、やっぱ買えないから、いや僕はもう単純に限定っていう言葉に弱いだけなんで取材班が歩いていると横からスライドしてきた男性が、これはこのユニフォームは、これ私の誕生日に娘がプレゼントしてくれたんですなんか特注でなんか作ってくれた、名前がトシヤからどっかに注文したんでしょうね。これは娘が高校の時にくれたやつ。これ娘さんの手作り。そうもらった時どんな気持ちでした？ああ、それはもう嬉しかった。もう棺桶に入れてくれって言っています。続いて声をかけてくれたのは、涼しいよね。いやもう全然です。ありがとうございます。自分で作りました。セレモニーに間に合うように。背中も見てください。ここ真ん中。前選手が6番の時、2017年に書いてもらった。前選手大好きです自慢バンダランデーやじゃあ自慢で、まあ、J3 の時にもらったバンダラですかねあの山口松田さん冠の時でどんどんって配ったのを未だに被ってるってやつです。日にち入ってます、絶対日にち入ってるんですよ。ちょっと探してこれもともとオレンジだったってこと？オレンジあ、これ2016年5月3日です。この日がすっごい大雨、大風で、大嵐の中でだから9年、8年8やね、9年これはもう、いわゆる頭にしか巻いてないんです。うん、まあ僕のトレードマークで来てるんでマンドリルさんのマンドリルみたいなもんそしてバンダナにはいろいろな活用方法があるようで、バンダナもらったのを自分で縫って座布団のカバーにしたんです。縫うのは好きなんです。低反発のマット買ってカバーにして、もうここ J3 に上がってから私たち来てるんですよ。ずっと使ってます。持ってきましたが、ありがとうございます。レトロでしょぼいからあれやけど、2006年のメンバー表です。ちなみにこっちが2007年のですけどねスタンドで配られてたんですね。やっぱり子供の頃周りが広島カープを応援してたから、僕は広島を応援してなかったんですけど、地元のチームができたら絶対応援するぞと思ってたんですね。お金がないからですね、ただで配れてるものを集めるようにしとるんでですね、皆さんみたいにお金のかかるものを集められんからですね、レプリカも初めて買って関さんにテレビを通じてお礼が言えたらなと思って持ってきました関さん、お疲れ様でした。山口に来てくれてありがとうございました。続いてこちらの男性はちょっと変わったグッズを見せてくれました。キックオフ山口さんだったらこれ、この背中のサイン全部 YAB さんです。 YAB のアナウンサーからサインいただきました。清水さんとかタマちゃんとかね、いいでしょ。これ私の愛用のグッズです。そしてキックオフ山口といえば、最後なんかボール蹴ったりしたじゃないですか、だんだんレベルアップして上手くなってないですか。なんかその成長も見れるよねみたいな番組ですよね。八谷アナの成長を語る彼の自慢グッズとは、これがこれですね。自分で書いてます。若月選手のことは湘南から見てて、でレノファに今年来てくれて、もう毎試合応援しに来てて、それともう一個あって、
練習の時に今シーズンの目標教えてくださいって言ったら2桁ゴールっていうのを書いてもらったんですけど、よく見たら2桁ゴールなんですよ。2桁だけだってこれで合ってるよねって話になって、その時はあ合ってますよ合ってますよってなってたんですけど、帰ってみたらあ違うじゃんってなって、2桁ゴールじゃん。あの歓喜をもう一度、レノファ山口 FC 今シーズンのゴールを一挙にお届けします。右足コース変わる、ヘナンのクロスが入ってきた。レノファ山口追加点。ここで入れてくる梅木がいる。ドロゴールだ。あ、失礼、ノヨリ触っています。触ってますね。ノヨリの得点です。枠間に入り込んだところ、ピンポイントで合いましたね。グッと曲げてこぼれ球、ヘナンだ。左足ダイレクトで合わせました。本線にあるヘナン折り返した、キラセー、ヘナン折り返した、キラセー。もう一度川野打てるか、右サイド切り返す、クロスが入って、これがそのまま入りました。シュートを狙ったか、近いところ川野、川野のシュート、そして最後押し込みました。最後押し込んだのは山本俊介。新本クロスボール、ヘディング、キラッセー、信じられない、キラッセー、キラッセー、3戦連発。ゴール向かっていくか、おー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 、抑えた、ゴール抑えた、前半4分だ、先制、長く行け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 、決めろ、行け、カード、ゴール、カード、ゴール、来ました、抜けていくか、梅木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 のシュート、梅木、66分レノファ追加点、梅木、新保のボールはニアの山本、五十嵐採用だ、横パスでノヨリ、中を見る、振り切る、インスイングのボール、ヘディング、先制、ついにこじ開けました、24番の梅木、シュート行く、左足、これがディフェクションでゴールになりました。連勝へ、先制ゴール。いけた、岸本シュート、素晴らしい、決めたのは新保海里、コントロールも見事 でシュートもまた美しい軌道でした。ニアサイド、こぼれた、おー、決まった。いや、分かって、そうですね、分かって終えました、赤月大和。ここからクロスが入ってくる、ヘッド、川野コーター、先制アウェーの山口、クロスが入る、ヘッド、山本、いや、川野、若月もいるが、川野、後ろから若月、170cm、 若月大和頭で決めていきました。今シーズン3ゴール目、2試合ぶりのゴール。佐藤健介、上げて落としてゴール前、落としてゴール前、いや、押し込んだ。プリンスリーグ中国で戦うレノファ山口 FC U18 は広島県瀬戸内高校に2対3で敗れました。
次の試合は明日午前11時キックオフ、アウェーで広島南高校と対戦します。 U18 はこの結果で来シーズン県リーグへの降格が決まりました。明日は今シーズン最終戦です。最後までしっかりとプレーしてほしいと思います。そして今週はレノファ山口 FC のトップチームのゴール集前編をお届けしましたが、来週は続きをお届けします。お楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。キックオフ山口よし。